ハロー YouTube! 経営者や起業家をやっているともうストレスは正直避けられないと考えてもいいんじゃないでしょうか日々新しい経営判断をしないといけないお客様組織お金ありとあらゆる点でストレスを感じることが多いのではないでしょうか。 この動画を最後まで見ることによってストレスが生じた時にどのようにそのストレスを解剖しそしてどのようなステップを一個一個踏んでいけばストレスをコントロールして前向きになれるかという新しい米国で発見された手法レインを紹介していきたいと思います。というわけでいってみましょう。ナの,のアンテナ ということでですね、このレインっていう手法について話をしていきたいというふうに思います。この久保田望の,のアンテナ自体の分析をしてるとですね、結構経営者層とか重役みたいな人がですね、意外とめちゃめちゃ見てるっぽいってことがですね、データから分かってきたので、経営者の人多いんじゃないかなということで、この企画をちょっと考えてみました。このレインなんですけど、ミシェル・ルマクドナルドナが開発した手法になりますで私自身はこれまでまあ17年以上会社経営をしてきているので、やっぱりその経営者の気持ちの方が むしろわかるっってていいうことがあって今回の動画を作っていますでこのレインなんですけど英語の頭文字から実は来ているんですね、まあ、どういうことかっていうとここですねレインまあ雨っていう意味と照らし合わせているんでしょうねストレスの緩和の感じがしますもんねなんとなくその雨の音を聞いてるだけで癒されるみたいなそういう感じもしたりするんですけどこのレインの深掘りをちょっとしていきましょうミシェル・マクドナルドはですねこここの4つのつススステップををやるるととによってストレスを緩和させることがで できるよっていう風に言ってるわけですね。なるほど、四つのステップがあるのかっていうことなんですけど、そこに入る前に独自の自分なりのストレス対策ってあったりしますか？自分は放送用のプチプチあれを一つずつする <laughs>。なるほど。あれたまらなくいいよね。なんかずっとプチ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 やってるだけでね、なんかこう幸せな気分になれる。あ、素晴らしい。いいですね。素晴らしい。なんかあります？お風呂場でダイネします。 大変でしょう。<laughs> <laughs> なかなか迷惑だな。<laughs> ちなみに何を歌ったりするんですか。僕はもう嵐。ですね、はい、嵐ね。<laughs> ヘッドシャワーで、<laughs> え、こうビシャーってなるってこと？ここなりながら。と <laughs> いうことで素晴らしい回答いっぱいあったんですけど、ここのレインのやり方についてじゃあ迫っていきましょう。まあレインここの頭文字ですよって話をしたんですけど、まずステップワン、リコグニッション。 ということで認識するっていうステップがありますよっていう風にミシェルは言ってるわけですね認識するっていう風に言ってもなんかストレスなんてなんとなく感じてるものじゃないですか認識するって言われてもなんかストレス感じてるからレインっていう手法をやろうとしてるのに認識するってどういうことっていう風うになると思うんですけどまあ実はその人って認識してるようで認識の精度や解像度って低いよねってことをこのステップでは表そうとしてるんだと思うんですねつまりなんとなく感じているけどそのストレスってどういうことなの っていうことを具体的に説明できてますかっていう問いを投げかけているステップっていうのはこのリコグニッションなんですよ。まあ、どういうことかっていうと体と心に何が起きているか具体的に説明できますかっていうことなんですよね。なんか口の中が乾いてる気がするなあとか、なんとなく暗い気持ちになっているなあとか体が重い感じがするなあとか、具体的に体を使ったり心を使ったりして自分のストレス状態の部分を認識 意識していますかねっていう問いっていうのがディコグニッションなんですよね言われてみるとなんとなくだるいわーみたいな状態の方が多いっすよねなんとなくってどうしてもついちゃうそうじゃなくて具体的に なんか喉乾いてる感じがするなっていうそこまで落とし込めてますかっていう問いがセットになっているステップっていうのがリコグニッションなんでですすねね認識ししててみましょうってことですよ、ね、そしてステップ2は何かっていうとアクセプタンスということでこれ受容すするっていう意味ですねまず受容ししててみましょうっていうことなんですよこれすっごい面白いこと書かれててまず経営者がもうとにかく大嫌いな言葉が書かれているからちょっと受け入れづらいこともあると思うんですけど経営者の人ってまあ僕も含めてそうですけど諦めてください って言われるの大っ嫌いなんですよ。基本的にもう絶対諦めない人たちなんでもう何があっても「俺は諦めない!」ってこうや,やるんですよね。な全ての対し諦めない!」って、まあ、僕もずっとそういうふうに思ってますしもう何でもかんでも諦めないんですよ基本的に。諦めるってま,あまずありえないんですけどそれはあえてやりましょうってことなんですよ。あえてですよ。あえてです。ステップ2では抵抗するる力をを諦めるっっっててていうのをやってくださいってことなんですよこれ多分言うと多くのケチャン「<ん>俺は諦めないぞ!」みたいなですねなんか侍魂みたいなのをですね発動してきがちって僕もそういった タイプなんでよくわかるんですけどここここのステップででですすよあくまでミシェルが言ってることですかねでこれ動画見てるってことはまあ何かしらストレスを感じていてストレスを緩和する方法を学びたいと思ってるんですよねだったらまあまずは自分の意に反しているかもしれないですけどやってみてくださいってことです抵抗しようっていうことを諦めるってことですね自分の力で何かこう成し遂げてやるって成し遂げたことがいっぱい多かったと思うんですけどそれを1回やめてみてくださいっていう逆説的なことをあえて言ってますじゃあステップ3諦めただけで終わってほしくないですよね諦めただけで終わったらああもうもういいやみたいな になっっていいちゃいそうですよねそうじゃないんですよちゃんとステップ3ステップ4まであるんでそこまで聞いててくださいねステップ3はインンベスティゲーションこれ何かというと探究するっていうことなんですよ探究するこれはどんな感情で自分はどんなストーリーを持ってこのストレスに対して対峙しているんだろう っていうことをはっきりと言語化してみましょうっていうことなんですよねこの認識すると近いんですけど認識するの時はまだ抵抗しようとしてるわけですよ俺はこんな風にやったらまだなんとかなるなんとかなるっていうふうに、まあ、常にこうキー張って肩張ってブン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 回してるのは経営者なんで一回諦めた上でじゃあこの諦めたとしてどういう最悪の事態が起きるんだろうっていうことをまず自分なりにストーリーにして言語化してみてくださいっていうことなんですよこれも経営者苦手だと思うんですよね正直まずネガティブなタイプの経営者 って少ないじゃないですかだいいたですねこんな不可能に思える挑戦も俺は必ず成し遂げることができるとかまあ基本クレイジーなんですよっていうかまあぶっちゃけ経営者ってみんなバカなんでなんかあの不可能っていうことを毛嫌いしてるんですよねいやできるしみたいななんかそういうタイプの人が多いんですよでもこのステップにおいてはですよいいですか動画見てるそこの社長ステップにおいてはですからね このステップにおいてはどんなストーリーか諦めた時にどんなことが起きるかっていうのを、まあ、まず言語化するっていうトレーニングをやってみましょうで最後ノンアイデンティフィケーションなんですけどその最悪な状況っていうことと自分自身のアイデンティティがくっついちゃってるケースって多いんですよこれ逆のケースだったらイメージしやすいですよね例えばある時プロジェクトを任されたしかしそのプロジェクトは誰が見ても不可能だと言われていたプロジェクトだったしかし私は諦めなかった何千人の社員を 統率しそして道を切り開いたのだそして私が今あるみたいな話ってなんとなくイメージしやすいじゃないですか それの逆のことをやってくださいってことなんですよねつまりここで起きた探求した最悪だこれマジかやばいわこんな風になっちゃうもうやってられないわってなった後ででもその事実は自分とは関係がないって言い切ってみましょうっていうことなんですよはあ大体なんか最悪だ俺はもうダメだ俺はなんて最悪なやつなんだってこうなっちゃうじゃないですかでもそれは俺とは関係がないってこう言い切ってみましょうっていうことなんですよねはあ。 すすごいなっって僕は思ってたわけですこれ何がすごいってこういうことって絶対ほぼ経営者やんないんですよ何でかっていうともう経営者って自責・他責でいうと超自責・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 自責で考えまくってるんで全部俺のせいですはあーみたいな感じで最後腹切って死ぬんですよわかりますでも腹切って死んだら終わりですよっていう話でストレスコントロールの世界の一流の人たちはレインをやりましょうって言ってるっていうことを頭の隅っこにどっか考えておいてくださいそううするともう少し楽に 自分の力を使えるようになるかもしれないですよねっていうことを言っているわけですねでこういうことを聞くとですね本当なのかって思う人もいるかもしれないのでハーバードビジネスレビューに書いてあったこんな言葉を紹介しましょう自分をあるがままに受け入れることができるマネージャーは自らの成長のみならずチームの成長も促すことができるこれ意外ですよね やっぱり経営者っていうのは自分自身を強くしないとチームメンバーはついてこないとかっていう風に思ってしまいがちなんですよね。なんですけど そうじゃなくて自分の弱い部分のところも諦めちゃってあここはダメだわーっていうふうに知った上でこうなったらもう大変なことになるわーっていうふうに思った上でそれは自分と関係がないって言ってここの部分は誰かにやってもらおうとかっていうふうに例えば考えた方が組織って意外と広がるかもしれないですよねっていうことを示唆しているわけですよね。これはもう意外中の意外中の意外みたいな感じですね特にその経営者にとっては。でこういう考え方を言うとですねいやいやそうは言うけどね 僕は常に戦ってきたんだよみたいなことを言う人いると思います僕は問題から逃げたことはない直視してきたんだだから問題があったとしたら必ず自分の力で何とか達成してきたそしてそれが俺の誇りだお前ふざけた動画を出してるんじゃない俺は経ーテツがあるんだっていうふうに今にも言いそうなそこの社長のためにちょっと言っときますよこういう考え方っていうのは困難なな問題からの逃げでではないってことですむしろ困難に正面からぶつかり前に進む力を得るために に考えるののがここレインだとということなんですよね確かにずっと晴れている状態であれば地上は砂漠になってしまうかもしれないしかし時々雨が降るからこそ植物が育ちそして空気が澄み私たちが生きやすくなるのではないでしょう かということでそういうことを自分自身にも時々提供してあげて自分がより豊かに経営できるようにそしてマーケティングを楽しめるようになってください今回のですね感想もしありましたらぜひコメント欄に書いてくださいそしてまあちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンをお願いしますまあモチベーションになりますそしてまあこういう動画いっぱい出していこうかなというふうに思ってますのでよかったらぜひチャンネル登録してみてくださいというわけでマーケティングって本当に面白いですねさよならさよならさよなら you